薩摩藩主島津斉彬による修正館事業の一つとして、海外のガラス工芸の技法に独自の工夫を重ねて生まれた薩摩切子。しかし幕末の動乱の中で薩摩切子は途絶えてしまう。そして120年後、現存する数少ない資料をもとに幻の工芸品の復元が始まった。ガラス器を作る工房はさながら一つの劇場のよう。それぞれ役割があり、一糸乱れず。透明ガラスに色ガラスを重ねる色着せで、二層ガラスが生まれる。二層に重なった外側の色ガラスにカットを加え、複雑な模様を生み出す。職人たちの緻密な手首の動き、ガラスの厚みを読み、微調整しながらカットの深さを掘り分ける。切り込みの深い部分ほど色が淡く、切り込みの深さにより独特のグラデーション、ぼかしが生まれる。最後の工程は磨き。この磨きにより美しい輝きが生み出される。幻の工芸品は現代の職人たちにより1世紀以上の時を経て見事復活を遂げた。歴史と伝統を育む新しい時代のカットグラス、それが薩摩切子。